信ありがとうございました。うわーさうわー来たー来たー5連勝来たー。いやーキャプテンサファテを1位まで持ってくることができたよ。 MVP にしたい気持ちも生まれてきたなこれは。で、次のマッチングですね。はいはい、鷲尾志保さんっていうものかなこれ。いやこれはまあ強いな。いやてか普通に頂上マッチングかこれ。673はさっき当たったパソーのオーダーだよね。あれちょっと待って、このザンソタツさんってあれじゃないか、この673の奥さんじゃないか。え強は奥様これなの。とんでもねえ夫婦やん。すげえ強え。ちょっと待って、すごいじゃん。おーおーおおお、すごっ。ああ小深田侍取ってないわけか。いや十分強いけどね。えてかすえすごっ、すげえ。マー君全投手とか決めてるし。すげえんだけど。すげえな、これは。ちょっともう673より全然こっちに目いっちゃうね。うん、へえすごっ。でデーブ奥さん、うー強っ。うん強いな、強いな。ちょっとコンボがあれだけど、まー、あ、ちゃんさんかな。やっぱり片山さんを当てるのはこうなると。はい、ということで4番手、はい、1番手2番手3番手5番手っていう感じですね。なんとなんと、旦那さん673に、田中マー君を当て、奥様に2番手則本を当てることになるというですね。うんすごいなこれ、これすごいな、聞いたことないな、こんなの。うん、最強戦で。うん、頂上マッチングに夫婦入ってんだぜ。聞いたことあるか。すげえんだけど。っていうか、奥さんの方が順位上だし。すげえ、マジで。これすごいな。うん、記念すべきマッチングだな。うん、あそこを実況できたことをちょっとね、嬉しく思うわ。まあ、この後ね、総計の、動画も来てるんで、ここ、結果見て、うん、次ですね、はい、行ってみたいと思います。では、総計の方に行ってみよう。おっと、4-1か、総計。どうやらゴンズさんに負けちゃった。なるほどね。おい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 、コンボよう出てるのに、なんで負けちゃうかね。二宮先生が2位に落ち、いいな、引き分け稼いでるよ。こっちも稼がなきゃな。稼げねえけど、意図して。うん。ああ、いつものメンツが集まってるね、中日純正はね。35位か、こっちは。はい、相手関係ですね。はいはい。まあ、それほどまだか。相手、これ、マッチングは結構緩いぞ。おわっ、いやー、10万6000クラスが来たか。これは強いな、乳酸菌さん。はい、翔太さん、4600の1500。これ乳酸菌さん行ってんだな、おそらくな。うわ、すっげえ強い。ちょっと待って、いっちゃん強い。ひどい、ちょっと名前はあれだけど、今のところ当たった中では一番強いんじゃないか。52。いやでもこの方でも52に低迷してるのか。ちょっと一回ちょっとオーダー見直してくるわ、しっかり。はい、巻き戻してね、入念に確認した結果ですね。はい、3番手、4番手、2番手、5番手、1番手。こちらでいきたいと思います。はい。まあちょっと、総計の方もまあ、まずまずの位置、まあ、一旦まだね、これぐらいのスタートでもまあ、得失点差稼ぎやすいとは思うんで、引き分けがない分ね、得失点差稼いでから上に上がっていきたいと。まだね、まあ、強いオーダー出てきてるけども、まだそんな、そこまで、同レベルのガチガチ感のある方ではないんで、うん、まだまだ上がっていけると思います。はい、おお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 、すげえ、爆笑来てるね、流れが。おお、横棒、今回初横棒です。おお、にわけの人いる、羨ましい、羨ましいまである。で、市竹さんとはなぜかマッチングを回避して、山田太郎さんに分けしてる方。お、強っ！やべやべ、やば、ちょっと待って、これをいよいよ死者1人しか変わらんやん、これ福山さんに、死者がついてないだけですね、これは。石原さんは、これも大体一緒ですね。すごいな、みんなミパソを、ちゃんと決めて。立湯さんが、あれですね、投手の QEA も出してる。はい、で、セバダバさん、
もう大体一通り当たった方々ばっかりじゃないですか。これはもうこのユーシンさんに片山当てるしかないのが不安でしょうがね。はい、ということで2番手1番手5番手3番手4番手ですね。まあもう4番手までの方はねめっちゃ強い正直。特に3番手までの方とはもうあまり差がない。 5割2分ぐらいしか多分勝てる確率ないと思う。だからまあまあここをなんとか3-2で切り抜けたいですね。3-2で。あ、ちなみにあの質問があったんであれですけど、はい、消極的ですゲートは。ちょっと中継ぎの、先発の、まあ、ステータスに対して中継ぎがかなり捨て的には劣るんで、まあ、片山さんのところに不安はありますけど、片山さんあの、能力低いけど、まあ、こうやって適性がいいなんで、まあ、一応あのスタミナが早めになくなって変わってくれるだろうというところだね。今のところうまくは回ってる。で、中継ぎは基本的にあの、全部右ピッチャーなんで、うん、左右気にするところもないんで、むしろだからここに片山さんを入れてしまうとね、片山さんを中継ぎに入れてしまうと唯一の左ピッチャーなんで片山さんに偏るんですよね。そこがちょっとなーって感じですかね。次が19時の説ですね。はい、で、その前にあれか早期の結果が来てると思うんで、そっち見ていきましょう。ドワッドー 4-1 で16位か。ひでえ負け方しとるな。なるほど。なるほどね。ダイヤモンドアイス。4敗ですね。すごい。1位の人、マジで？マジか。なるほどね。秋熊さんも上にいる。なんとか追いつきたい、ここに。はい、相手関係のとこっすね。はい。ゆきやさん、なるほど。まあまあ、10万5千か。だいたい10万5千なのかな、これは。これも10万5千だね。だいたい10万5千前後の方々なのかな。あ、強い。ノムホさん強い。10万6千。すごい、150。おー、リックさんも強い。すごいなぁ。これは強いなぁ。はい、見直した結果ですね。5番手、3番手、4番手、2番手、1番手ですね。はい。という形でちょっと先方に伝えて、はい、先発変えてもらおうと思います。はい。それで19時の回ね、行ってみよう。わっとぁ、いっぱいしたか。山田さんに、山田太郎さんにだけはね、負けちゃダメだと思うんだけど。はい、相手見ていきましょうね。なんか、駒落ちとるな。はい、まあ、2番手、1番手、3番手、4番手、5番手で、はい、行きたいと思います。はい。まあ、さすが上位マッチングみんな強いね。まあ、これでとりあえずね、次25時の回ですね。はい。戦っていきたいと思いますが、はい、先に宗家の、はい、第3節。わっと、マジかよ。3-2、マジか。まあまあ、でもな、強かったからな、相手。順位的には、トップとは2勝差だけど、2分けしてる、強いな、それ。いいな、羨ましいな。はい、相手関係見ていきましょうかね。はい、トックさん、おお、強え、106,130。ちょ、待って、この順位帯で、ちょっと待って、ない？すごいな、強いな。うわ、神風さん、強っ。ほとんどこっちと変わんないようなオーダーじゃん。はい、相手をしっかり分析した結果、2番手、3番手、1番手、5番手、4番手ということになりそうですね。まあまあ、ピッチャーはね、こっちはもう、中日の方のピッチャーはみんな強いからね。ちょっと本当にあの、楽天にも、本当、ちょっと、いや、5番手問題さえなければ、なんですけど、まあ5番手、こちらの小松さんはそれほど問題ではないですよね。まあこれで、はい、25時の回を、戦いたいと思います。では25時の回、行ってみよう。
ザワ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 。わっとは、なるほど。いっぱいね。いや、まあ、上出来か。こんだけ上、こんだけ上位マッチングだったら上出来なのかもしれん。なんつまげ方してんだよ、俺。おいおい、お前、さすがにこれはねえだろ。いや、ひどいな、このフォアボール。どういうことだよ。押し出しまくってんじゃねえかよ。まあいいや。まあ、とりあえずね、3敗で済んでいると。はい、37勝は1人だけか。まあ、そりゃそうか。あれ？山田太郎さんがサーテにしてくれてる。違いない、悔いなき戦いようだよ。いいこと言うわ。よし。で、山田太郎さんには負けちゃいけないと。あれ？山田太郎さん同じオーダーになってないですか？はい。なるほど。はいはいはい。安楽選手を使うのやめたわけですね。まあ、それもありだと思います、全然。自分もまあ、それも、一つだなと思ってるところもありますし、ね、はい。和志蔵さん、強ちょっと強ちょっとみんな強みんな強市武さんも強いし、うわこれ超完全超ガチ、頂上マッチングやこれ、潰し合いやこれ。いやこれは結構うーわ強ちょっと待って、これ強えなみんな、完全に、いやーこれは強いよ。いやー恐れていた、全員10万6000、全員10万6000なのに誰かに片山当てなきゃいけないっていうなかなかの状況。これはきつい。これを切り抜けられる気がしねえ。マジまずい。これ片山当てられた人は完全にボーナスステージじゃん。はい、こんな感じいきます。1番手、4番手、2番手、3番手、5番手ですね。いやー、これはもうめちゃめちゃ悩んだ。悩んだけども、ちょっとこれはね、正直順位が、順位が下の方にな、一応まあ、片山当ててとか、本当にもうここはちょっと正直目つぶってみたいな感じですね。4番手と5番手、こんだけ、投手力の差があるのに、決め手にかける、そこを決めるのに本当ただ5番手の方にボーナスステージ、これめちゃめちゃ難しいっす本当、はい、とりあえずじゃあこっちは、朝9時の回を待つとして、総計の方の、はい、本日最終回25時の回の結果いってみましょう。うわー、マジかよー。まあ、でも強かったからなー。こっち強かったもんなー。順位が、なるほど。おい、さっきまで結構1位独走してた、ような気がしたけど、全然変わっちゃってるな。まあ、とりあえず、マッチングは緩そうだな。マッチングは緩そうな気がする。なるほど。5300。水道さん。世界の小林優衣さん。5000ね。中日さん。なるほど。104,700。まあまあ、これぐらいの感じなんだろうな、多分な。ぐーわ。すげえ、ここでもいるよ。106,000。レベル高え。これも強いじゃん。すごいな。はい、相手分析、ちょっと入念にさせてもらった結果、3番手、4番手、5番手、はい、1番手、2番手っていう感じで当てていただきますが、すごいなぁ、マジでレベル高いわ、ここ。すごいすごい、言ってないで上位争いに絡んでもらいたいところなんでね。ちょっとここら辺で一発ご立てとかしちゃいましょう。しちゃいましょうっつうか、そう、してください。はい。うわっ！よ、おー、引き分けた引き分けた、片山さんで引き分けてる。片山さんで引き分けられたら上出来だ。いやー、上出来。お、意外と話した感じに見えるな。意外と話した感じには見える。まあ、さっきの上位マッチングで相当みんな傷ついた。傷ついただろうね、多分。あ、ユッケさん。まあ、とりあえず引き分けは稼いだよってことで、嬉しい。でも山田太郎さんが一番のライバル、山田太郎さんが2分けだからな。追いつきたいけど上位マッチングであんまり引き分けたくはない。まあ、山田太郎さんがどう考えて、え？山田太郎さんどうしました？ 30下げた。完全に俺と同じオーダーにしました？これは。
わしぞうさん、こめかみリーゼントさんで、なんていうことだ、カツンさん、つえつえ、ラッキーボーイさん、名前の通りラッキーボーイさんに片山を当てて死のラッキーボーイになっていただくか。いやー、こめかみリーゼントさんに当てるかだな。これむずいな。ない。5番手、3番手、1番手、2番手、4番手。はい、これでいきたいと思います。はい、まあここもちょっと、もうここからはもう10万6000勢たちとのバチバチの殴り合いってとこなんで、まあもう、なんとか勝ち越し以上、ここからちょっと勝ち越しをね、取ることは確実にしたい。はい、まあ引き分けもなんとかどっかで取りたいななんていう淡い期待も込めて。はい、じゃあ次ですね。はい、次総計の方も来てるんで、はい、そちらを見て終わりになるのかな、多分。うわー、総計ジャンプアップジャンプアップ、大ジャンプアップ。一番上、トップが強いな。トップが3ゲーム差か。そして2位の方は3分けもされてると。あとは二宮先生多かったところですね。うわ、来たー、頂上マッチング来たー。これはちょっとじっくり見せてほしい。おー、玉なんとかさん、これ QEA が出てないんだろうな、多分。こちらも結構似てる、似てるっちゃ似てるね。まあ二宮先生が一番、今回はもしかして二宮先生がトップオーダーなのかもしれないな。こっちは吉見の使者が決まったらいいんだよね、多分。岡田張穴決めてるやん、この人すごいやん、すごいやん。そうゲームすごいけど、藤島同地じゃなくて QEA なんだ。あのね、いやこれカリカリだな、この人。りっくんさん、うわ、りっくんさんやっぱ強えな、ね、24さん、うわ、もう超頂上マッチングじゃん。いやこれめちゃめちゃ強えな。ちょっと正直このりっくんさんに5番手を当てなきゃいけない状況になりそうだな。まあ順位とか引き分けとか考慮してる場合じゃないんですけど、1、2、3番手にさほどの差がないこともあって、もう上からこれ1、2、3、5、4番手になっちゃうのかな。当て方的にも、まあ3、1番手から3番手そんな差はないからな、それでいいような気がします。はい、まあ昨日のね動画を上げて、はい、まあいろんな方からねすごく反響をいただいて、そう、自分的にはやっぱもう少しね、そう、アカウントをやっぱりちょっとその受け継いだことに対する批判とかも、お声いただくだろうなと思ったんですけど、やっぱ皆さんそこのところは、同情の声が、まあ今回限りというのもあるんで、本当に批判の声が少なくて、非常にありがたかったです。はい、で、まあ、秋久保さんとかね、まあ、他ね、中日純正の方々、他球団純正の方々とかでもね、サファテにキャプテン変えてくれたりね、してくれるシーンが、正直結構、見受けられて、ちょっとね、本当に自分的にも、まあ、ありがたいというかね、それだけ思ってくれる人たちが、言ってくれたことに本当に感謝です。まあありがたいことにね、総計さんって言葉がね、ツイッターのねトレンド入りしたりもしてですね、本当に、やっぱ自分の動画を通してとかね、やっぱり、名前が広がった部分をね、もちろんちょっとあるとは思ってるんですけど、やっぱ彼の人柄だったりとかね、ツイッターでやっぱりいろいろアドバイスもらったっていう、そう、経験がある方もすごく多い、コメントもいっぱい拝見して、まあ、印象に残る彼の人柄がね、こうトレンドまで持ってったっていうとこなんだろうなっていう、そうですね、本当に、残念な部分もありますが。